ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。我が家に新たな吸音超音グッズがやってまいりました。こちら、その名も吸音タワー。もう見たそのまんまですね。この吸音タワーは株式会社田中様が製造する低音特化型の吸音材です。今回は、レビューにあたり商品を提供していただきました。ありがとうございます。このチャンネルでは、これまで様々な吸音超音グッズをご紹介してきました。一般的な長方形の6畳の、お部屋の音響環境を、どこまで改善できるのか、音響の良さと利便性を両立した音楽制作部屋っていうのを目指して試行錯誤を続けています。今回紹介する吸音タワーは部屋の四隅に設置し、音響に悪影響を与える低在波を軽減することを狙いとした吸音材です。ベーストラップに分類される、グッズだと思っていただいていいでしょう。僕長らくこの部屋で音楽制作をしていて、 150Hz あたりの音っていうのがものすごく増幅されてしまって、モワーンと飽和してしまう、そういった現象に悩まされているんですね。こちらをご覧ください。これは9月24日にソナーワークスサウンド ID リファレンスという音響測定ソフトで測定した僕の部屋の音響特性です。ご覧いただいて分かる通り、 140Hz から 150Hz あたりが約 10dB も増幅されてしまっています。これがお部屋のレイアウトの変更とこの吸音タワーの導入で、こんな感じに変わりました。かなり良くなりましたよね。今日はこちらの吸音タワーをじっくりご紹介し、どのような工夫で音響特性が改善されたのか、お話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで動画ご覧いただき、商品気になった方は説明欄に掲載されている URL から商品の購入ご検討ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。年内5万人登録目指して頑張っています。有意義な動画、有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この吸音タワーは有孔ボードで作られた四角い柱の中にグラスウールの5倍以上の密度の吸音材っていうのを詰め込んだ、そういった構造になっています。こちらの背が低いものでこんな感じです。質感わかりますでしょうか。サイズは31センチ角のものと 23.4 センチ角の2種類で、高さは最大180センチまでで、任意の高さをオーダーできます。色は無塗装、黒、白、焦げ茶の4色です。僕は今回 23.4 センチ角のものを高さ180センチで4本と、積み重ね用にこちらの50センチのものを4つ、色は全て白でお出しました。当然31センチ角のものの方が吸音効果っていうのは高くなりますが、重さが約33キロと、かなり重たくなってしまうことと、すでにそのサイズのものをレビューした動画っていうのがいくつか存在したので、僕は小さい方を出しました。説明欄に31センチ角の製品をレビューされている動画の URL も掲載してますので、気になる方はそちらもご覧ください。僕がオーダーした 23.4 センチ角で高さ180センチだと重さは約20キロになるそうです。レビュー動画を作るにあたって設置、撤去を繰り返したのですが、33キロと20キロ、この差はかなり大きいなというふうに感じました。この20キロの 23.4 センチ角のものであれば、まあ男性であれば、結構余裕で、設置、撤去、移動ができると思います。まあこんな感じで胸に抱えて持ち上げると。で、こうやって部屋の隅に持っていって置くと。底面には床を傷つけないようにフェルトが貼られているので、まあちょっと浮かしてあげて、スルスルすると。こんな風に滑らしてあげてもいいかもしれません。よいしょ。はい。まあ、これが33キロとなると、まあ、かなりしんどかったんじゃないかなという風に感じます。先ほどもご覧いただきましたが、質感は音楽室の壁みたいな感じです。ちょっと懐かしい質感ですね。木材にペンキを塗ってますっていう手作り感っていうのは、
結構見ていて感じられますが、加工の精度っていうのはさすが業者が作ってるだけあるなって感じです。僕 DIY が結構好きで、有孔ボードを使って吸音の壁を作ったりとか過去にしたことがあるんですけれども、寸法通りにまっすぐ切るとか、それをまっすぐくっつけるっていうのがもうとにかく難しいんですよ。個人で導入できるような工具だと、どうしてもこう巨大なものを作るってなるとガタガタになっちゃうんですよね。有孔ボードと中に詰まっている吸音材という頑張れば手に入れられそうな材料でできたシンプルな構造だからこそ、これホームセンターで材料買ってきて同じように作るっていうのはちょっと大変だなと、でお金も結局同じぐらいかかるんじゃないかな、価格にすごく納得感があるなと思います。ちなみに、何度も言ってますけれども、これ有孔ボードなので、この穴にフックとかを取り付けて、そこにヘッドホンとかケーブルとか引っ掛けることも可能です。棚を作ったりとかもできるんで、スペースを有効活用できますね。穴の間隔は 2.5 センチで、穴の直径はまあ8ミリぐらいでしょうか。それではここからは吸音タワーが音響にどのような影響を与えるのか、測定結果を交えながらご覧いただきたいと思います。まずは冒頭にお見せしたこちらの測定結果、これは長方形の6畳の部屋の長い方の辺、こっちですね、こっちにスピーカーを置くというレイアウトで測定したものです。まあ今こちらに Windows のサブ PC 置いてるんですけれども、このモニターをセンターにしてこの辺にスピーカーが置いてあったっていう感じですね。これ音響のセオリー的にはあまりおすすめされていない部屋の使い方なんですけれども、利便性を優先してしばらくこの配置でやってました。ただこのレイアウトだとご覧いただいて分かる通り 150Hz あたりの音のたまりっていうのがもうどうにもならなくて、補正なしではシビアな音の判断が全くできないっていう感じだったんですよ。すごくストレスでした。でまず試しにこのレイアウトに吸音タワーを2本ずつ追加していって測定してみました。まずはスピーカーを置いている側、そこの角とそこの角に2本吸音タワーを置いて測定した結果がこんな感じです。なんとかしたかった 150Hz のピークにはほとんど効果がありませんでした。ですが音の定位っていうのが以前よりも定まった感じがして、でそれを裏付けるように測定ソフトの測定中の挙動っていうのが明らかに変わったんですね。僕が使っているサウンド ID リファレンスっていう測定ソフトは、この専用の測定マイクを使ってこうスピーカーから出てくるスイープ音をこういろんなポジションで測っていくみたいな、そういう測定の仕方をするんですけれども、このマイクをいろんなポジションに持っていくときにソフトウェアがこの場所にマイクを置いてくださいみたいな指示をしてくれて、でその円に合わせてこうやって動かしていくとマイクがどの辺にあるのかっていうのをソフトウェアが自動で認識して測定をこう進めてくれるんですけれども、このねマイクの位置っていうのを見失うってことが、吸音タワーを導入する前は結構あったんですよ。特にこうデスクの前の方、スピーカーに近いところにこのマイクを持ってった時にマイク本当はここの場所にあるんだけど、ソフトウェアの認識ではこの辺に飛んじゃったりとか、まあおそらくデスクへの音の反響とか、もういろんな壁の反響っていうのがこの辺でぐちゃぐちゃになってて、この魔の三角地帯みたいなところに入るとマイクの位置を見失ってしまうっていう、そういうことだったと思うんですけど、吸音タワーを2本設置した後で測定した時にはしっかりとねマイクの位置を認識してくれたんですよ。音の反射を落ち着かせる効果っていうのは確実にあると言えるでしょう。続いて現在のように長方形の部屋をセオリー通り縦長に使ってこっち側にスピーカーを置いて測定してみました。まずは吸音材を何も設置しないで測った測定結果がこちらです。 150Hz のピークっていうのはこの横長に使うレイアウトから縦長に使うレイアウトに変更したことでかなりマシになったんですけれども、その代わりに 50Hz から 60Hz あたりに大きなピークっていうのができてしまいました。実は僕がしばらく
縦配置をやめて横配置のレイアウトにしてたのは、これも理由の一つです。僕が使ってるベアフット、フットプリント02というスピーカーっていうのはかなりしっかり低音が出るスピーカーで、 50Hz から 60Hz あたりが 6dB も増幅されていると、もう低域が全てを覆ってしまって、まあ、それはそれでめちゃくちゃ音聞こえにくい、細かいとこ見にくいストレスだったんですね。おそらくこのスピーカーが置いてあるこの辺のスペースで、音が反射を繰り返して、飽和していたっていうことなんだと思います。でまず、スピーカーの背面の壁にビコースティックというブランドの吸音拡散パネルっていうのを貼り付けて、で測定してみました。結果がこちらです。 50Hz から 60Hz のピークが 2dB から 3dB くらい落ち着きました。まあ、明らかに変化が見て取れますね。でここにスピーカーの両サイドに吸音パネルを2枚ずつ追加して測定した結果がこちらです。 50Hz から 60Hz のピークがさらに 1dB ほど落ち着きました。そしてそこにさらに吸音タワーを2本設置した測定結果がこちらです。140から 150Hz のピークと 100Hz 以下のピーク、ディップがよりフラットに近づいたのがお分かりいただけるかなと思います。でさらにさらにこちら側の隅にも吸音タワーを2本設置して、計4本吸音タワーを設置して測定した結果がこちらです。わずかに 150Hz のピークと 100Hz 以下のピークがよりフラットに近づいたと言えるんじゃないでしょうか。測定結果順にお見せしていきます。こうやって見ていくとかなり改善したっていうのがわかりますよね。このサウンドアイディリファレンスという測定ソフト使ったことない人は視覚的に見てまだまだ周波数特性デコボコじゃないかと、高い吸音材導入しても、まあ、こんな少ししか変わらないのかっていうふうに思うかもしれません。カタカナでソナワク測定というワードで X で検索をしてみますと、プロアマ問わず、このサウンドアイディリファレンスというソフトを使って、測定したお部屋の周波数特性の結果っていうのを見ることができます。それらと見比べていただけると僕の部屋、特に低域のフラットさっていうのはもう大健闘しているっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。それではまとめます。まず吸音タワーの効果について、 150Hz あたりのピークの解消っていうのを期待して今回吸音タワー導入したんですけれども、実際にはもっと下の帯域に効果があるっていうことが確認できました。一説に日本の一般的な住居の天井高っていうのがあんまり良くないっていう話があって、ちょうど椅子に座った時の頭の位置、耳の位置、まあ、リスニングポイントっていうのが床と天井の真ん中になってしまって、それが音響的に良くないと、こう反射が溜まりやすいポイントだっていう話があるんですね。ここまでいろいろと手を尽くしていろんな吸音材を設置してそれでもしぶとく生き残る 150Hz のピーク、原因はやっぱり天井高にあるのかなっていう説が自分の中でより強いものとなりました。今回効果がはっきりと測定結果で確認できたので、環境が許すならばより強力な効果を得られる31センチ角のものを導入する方が、まあ、満足度は高いんじゃないかなと思います。次に設置のしやすさについて、先ほど言ったことと反対のことになってしまうんですが、設置のしやすさはやっぱりね 23.4 センチ角の方がかなり上です。まあ、31センチ角だとかなり大変になると思います。この吸音タワー、すごく日本の家庭環境に、マッチしてるなっていうふうに僕は感じまして、まあ、一般的な部屋って四隅にコンセントとかあったり、あとはちょっとした段差とかあったりするじゃないですか。
そういったものを避けて設置するっていうのも非常に簡単ですし、床や壁との接着っていうのを必要としないので、賃貸物件でも導入しやすいんじゃないかなと思います。ちなみに僕は、天井とこの吸音タワーの間に耐震の突っ張り棒みたいなのを1個かまして、それで安定させてます。最後に価格について。在庫や価格はかなり流動的なようですので、具体的な価格っていうのは動画内では言及しません。ぜひ説明欄のリンクご自身でご確認ください。で、絶対的に考えると、まあ、やっぱ音響を改善するのにこんなにお金がかかるんだと、ちょっとハードル高いなっていうのはやっぱりあると思います。ですが、いろんなメーカーからリリースされているベーストラップっていうふうに言われる部屋の四隅に設置して低域に作用する吸音材と比較すると、これかなり安いと思いますし、繰り返しになりますが、構造がものすごくシンプルなので、価格に納得感っていうのがすごくあります。特に僕は実際に試して効果を実感できたので、決して高くはないなと心から思います。いかがでしたでしょうか？吸音タワー、お部屋の音響環境改善に、ぜひ導入検討してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。